私たちがグーしか寝てる間にそんなことが。これで一歩前進だね。レナさんの心トープか。どんな思い出が見られるんだろう。レナさん、どうしたの？そんな浮かない顔して。いや、別に。記憶を取り戻せるのに、なんだか嬉しくなさそうなのです。それは。みんな普通にしてるけどさ、記憶を取り戻すって怖くない？怖いですか？外の世界は肺でおかしくなっちゃったんでしょ。それで私たちだけはどうにか助かってるけど、両親や友達はどうなったの？他にも大切な人がいたら、うつぼさんや春日さん、白井さんにもいたでしょ。それは。全員生きてる。星崎さん。シェルターみたいなとこで私たちと同じように生きてる。そう信じることしかできなくない？記憶を取り戻して元の世界のことを知らないと、生きてるのか死んでるのか調べることもできない。一生そのモヤモヤを抱えたまま過ごすより、本当のことを知った方がいいって私は思うけどな。まあ私はみんなと覚えてることが全然違うから、あんまり説得力ないかもしれないけど。本当のこと、だんだん分かってきた気がする。星崎さんのこと。え？行動力あるよね、あーちゃん。そうかな。うん、決断も早いし、リーダー向きの性格ですよね。似たような人を知っています。そんなことないよ。何も考えてないだけだって。ううん、あおちゃんはいつもみんなのことを気にかけてくれているのです。空いてる時間とかよく話しかけに来てくれるしね。そっか、昨日の夜も。なら青を私たちのリーダーにしようよ。リーダー？無理だよ、柄じゃないって。私もそれがいいと思う。レナさん。うん、賛成です。私も。みんな。ゆずちゃんはどう？みんながそう決めたのであれば、私に反対する理由はない。リーダー。私がリーダー。みんなが認めてくれている。こんな私でも誰かの役に立てるのなら。わかった、私リーダーやってみる。おお。私も覚悟決めないとね。リーダーに言われちゃったし。ちょ、やめて。普通に呼んで恥ずいから。とにかく方針は決まったね。今度はどんな景色が広がってるんだろう。新しい食材も取れるかもしれないね。なんか健康にいいものしか取れなさそう。ちょっと、どういうことそれ。行ってらっしゃい。あれ、ゆずさんは行かないの？私はこの世界を生み出した時に力を使い果たしてるから、戦うことはできない。
それにまたクラックが発生するかもしれない。一人は学校に残っておいた方がいいでしょ。何かあったら連絡するから。オッケー、それじゃ準備できたら行こう。よし。オッケー。青はどこ行きたい？お疲れ様。でも、うん、そうだな、うんうん、あにゃにゃ。
よし。どこに行こうかな。覚悟は決めた。海だ。この磯の香り、テンション上がるな。まさに海って感じで。ここは見覚えがある気がする。おお、早速だね。この場所は あなた、ここで何してるの？海を見てた。海ね、楽しいの？別に。てか、あなた誰？私は金城勇気。心トープですよね。記憶の中で勇気が出てきたってことは、元の世界でも二人は知り合いだったってこと？私が金城さんと。そうか、これもリフレクター同士のつながり。じゃあもしかしたら記憶を見つけていけば、ゆうきちゃんのこともわかるかもしれないね。進んでみよう。ゆうきちゃん、大丈夫？いきなりでびっくりした。あ、うん、ちょっとね。大丈夫、一緒にゆっくり見ていこう。うん、ありがとう、心。何かに使えそう。負けません。さあ、どう動こう。はっ。
しようかな。いつでもやります。えい、チャンス。一気に畳みかけるよ。いつでもいける。さあ、どう動こう。いつでも打てるよ。返し抜く。仕掛けます。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何これ。詰まった。えい。負けません。いつでもいける。せい。仕掛けます。一気に畳みかけるよ。えい。よし、私の番。ほっ、行きましょう。さあ、完勝です。やりました。いつでもやります。じゃあ、いつでもいける。ほっ。いつでもやります。やー。どうしようか。さあ、どういうこと。ほっ。行きましょう。じゃあ。何かに使えそう。何これ。何かに使えそう。詰まった。ブオン。詰まった。詰まった。えい。邪魔するなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ。いつでも打てるよ。よっ、行きましょう。一気に畳みくさ。どう動こう。いつでもいける。でい。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。
クラスメートに告られたんだよね。え？声でっか。めっちゃ良かったじゃん。断ったよ。え？でかいんだって声が。なんで断っちゃったの？別に好きじゃなかったし。でもなんかはっきり断ったらキレられた。マジで意味わかんなくない？私は思ったことを言っただけなのに。いやそんなもんでしょう。人間たるもの直接言われたら嫌なことだってあるさ。するなら容赦しないよ。私の番。ほっ、いつでも打てるよ。行きましょう。ほっ、じゃあチャンス。一気に畳みかけるよ。完勝です。やりました。ここってサーフィンとかできないのかな。この辺りは波高くないから無理じゃない。へえ、そうなんだ。ちょっと残念だな。金城さんだっけ。あなたサーフィンなんてできるの？ん？できないよ。できたら面白いなって思っただけ。そう。そうじゃない？仕掛けます。
てるよ。よっ、仕掛けます。当たって。よし、私の番。装填、よし、吹き飛んで。はい、行きましょう。いろいろ悩んでモヤモヤしてる時の一番手っ取り早い解決方法を教えてあげよう。え？何する気？したかも。でしょ？ブオン！えい！ブオン！えい！ブオン！
詰まった。私、頑張ります。よし、私の番。せい、いつでも打て。よっ、チャンス。一気に畳みかけるよ。よし、私の番。せい、いつでも打てるよ。当たって。いつでもやれます。いつでもいける。はっ、どうしようか。はっ、楽勝だったのです。えい。容赦しないよ。さあ、どう動こう。はっ、いつでもやれます。やー、チャンス。一気に畳みかけるよ。どうしようかな。はっ、いつでもいける。はっ、行きましょう。やー、想定。はっ、いつでもいける。ほっ、行きましょう。完勝です。やりました。まだまだ高みを目指そう。何これ。
私の番。セイ行きましょう。装填さあ、どう動く。ほっ、いつでもやれます。いつでも撃って、キャー、ほっ、楽勝だったのです。綺麗な海だよね。毎日見てると飽きるよ。そこは嘘でもそうだよねって言おうよ。嘘ね。どうしたの？私には嘘とかよくわかんない。嘘によくわかんないとかあんの？あるでしょ。私は嘘はつけないタイプだから。正直者なんだ、いいことじゃん。金城さんは嘘は得意なの？得意ってほど意識したことはないけどな。でもあれだよね、世の中にはいい嘘と悪い嘘があって、私はいい嘘はついてもいいと思うわけ。ふっといて興味なし？いや、ごめん。真面目に話してる金城さん、なんか初めて見た気がして。私はいつだって大真面目ですけど。なんだか金城さんと宮内さんらしいやりとりですね。いつもこんな感じの会話だよね、二人。なるほどな。妙に息が合ってると思ったら、元の世界でも仲良しだったんだね。なんか恥ずかしいんだけど。ゆうきちゃんはどう？何か思い出せた？私は何も思い出せないみたい。そっか、やっぱり本人の心トープじゃないとダメってことかな。ゆうきの記憶は、ゆうきの心トープが見つかった時までお預けだね。ブン！詰まった！詰まった！詰まった！
開始だね。いつでもいける。カドを仕掛けます。大丈夫ですか？いつでも撃てるよ。いつでもいける。カドをいつでもやれます。当たって装填。私の番。さあ行きましょう。やあ、いつでも撃てるよ。この力でみんなを守る。頼れる私に。いつでもやれます。私が支える。完勝です。やりました。これでもっと役に立てます。ブオンブオンエイブオン。星は毎日同じように登って同じように光るでしょ。何考えてるかわからない人間より全然わかりやすくて安心する。何それ、おかしいかな。いや、そんなことないよ。でも意外とロマンチストなとこあんだね。えい、詰まった詰まった。えい、私頑張ります。私の番。一気に畳みかけるよ。さあ、どう動こう。いつでもやれます。さあ、いつでも、いつでもいける。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。いつでもやれます。
勝だったのです。スマット、ブオン、ブオン、取っておこう。ブオン、ブオン、えい、ブオン、スマット、よいしょっと。そうだな。えい、ブオン、スマット、えい、スマット、わたし頑張ります。よし、わたしの番。せい、どうしようかな。仕掛けます。当たって、いつでもいける。いつでも受けるよ。吹き飛んで、いつでもやれます。大丈夫ですか。どう動く。セイ、仕掛けます。大丈夫ですか。どうしようかな。吹き飛んで、この力でみんなを守る。いける。楽勝、楽勝、負ける気がしないよ。力が湧き上がってくる。これが私の本当の力。ブオン、何かに使えそう。ブオン、えい、えい、仕掛けます。当たって。
この力でみんなを守る。さあどう動こう。せい仕掛けます。装填って何考えてるか全然わかんないんだよね。わかりやすいってよく言われるんだけどな。表面上はね。どういう意味？あんた本心は絶対に明かさないじゃん。口だけ女ってこと？そこまでは言ってないけどさ、勇気は私のことをどんどん理解してくるけど、私は見えてこないんだよね、勇気のことが。そうなのか。だから私は本当の勇気が知りたいの。私だって負けません。行きましょう。じゃあどういうこと。ほっきゃー。どうしようかな。えい行きましょう。当たって。私の番。えい。どうしようかな。打ち抜け。私の番。この力でみんなを守る。どうしようかな。当たって。いた。仕掛けます。大丈夫ですか。私が支える。どう動こう。装填よし。吹き飛んで。どう動こう。仕掛けます。大丈夫ですか。楽勝だったのです。はあ、詰まった。えい
詰まった詰まったえい詰まった詰まったブロン何かに使えそうえいブロン詰まったするなら容赦しないよ。よし、私の番。ほっ。想定。よし、行きましょう。さあ、どう動こう。ほっ。想定。よし、打ち抜く。行きましょう。大丈夫ですか？動こう。ほっ。想定。よし、当たって。行きましょう。大丈夫ですか？楽勝だったのです。詰まった